はようございます。今日は二条山です。今日は、ピークっていうよりも普段私が好きなトレッキングコースのご紹介をしたいと思います。優先寺の方で行きます。登ってきた、来た来た、おはよう。じゃあ優先寺の方に今から行きます。行ってきます。今回は奈良県と大阪府の県境にまたがる二条山に登ります。2つの山頂を持つ相似峰で、遠くから眺める山容はとても特徴的です。それでは優先寺馬の背で登山開始です。ここから優先寺の馬の背のコースで歩いていきます。綺麗な、やっぱり。あ、時間言うの忘れてた。優先寺の入り口に着いたのが6時15分ぐらいか。で、今が6時25分です。忘れてた。目標1、これ、あ、ここはあ。でも湿ってるから座られへん。なあ。そやな。あー、濡れてる。さっきのところにもベンチがあったんですけど、ここにもまたもう一回ベンチが出てきて休憩できるようになってます。水場やで。どこ？向こうのあれか。うん。あ、こっちやん。これ、なんかこれいつもと違うなと思ったら、間違えて冬用履いてきたから。今暑い、暑い、暑い言うてます。い、目標1、ここい、さっきあやったからここでいいやねんな。じゃあ次うや。大きいし、ここにもベンチがあるし、あっこに水場がもう一箇所、さっきのところとこっちと、こっちの方が組みやすい。さっきのところより、さっきのところちょっと組みにくい。うん、そやな。わ、やばい、冷たいねんな。冷たいよ。よこらせ。ああ、前半部分は苔むした感じの岩の階段とかを登っていったり、水がちょろちょろ流れててすごく綺麗なコースで、
ただ上の方になるとこういうあの階段がすごい多くなります。なので息切れします。目標位置う今であいうまで来た。もうこれで終わりやったんちゃうかな。えー、おーってないの。確かなかったと思う。なかったっけ。風強なってきたわ、うん、馬のこれが馬の背で、ここはベンチもあって、おトイレもあこに。で、ここは馬の背なんですけど、馬の背に出たらあの左の方をまっすぐあの下にこう降りるんですけど、そこに大好きな展望ポイントがあるのでそこまで行きたいと思います。このベンチ一等席、おやつにしたいと思います。ちょっと早いんですけど、でね、着いたのがね、ここ7時25分にここに着きました。で、今日はこの大阪名物紅生姜店天つゆ味、生姜をそのまま揚げました。これちょっと気になるから食べてみます。すごい、もうほんまに生姜やわ。ちょっと食べて、いただきます。うん、そのまんま生姜、おいしい。うん、そのまんま。で、今日はミルクドーナツと、なんか厚切りバナナケーキ、バナナケーキ、これふんわり食感のバナナケーキ、これ期間限定の、これ日本問屋っていうところが出してるのかな、徳島のすだち味のポテトチップスを買ってみました。これ普通にスーパーで売ってました。いけまーす。すだちの意味をするわ、すだちの意味をする。はい、うん、いただきます。これ美味しい。うん、すごい酸味が、すっごいすだちのいい香りがする。これ、あれ、万代で買ったよ。じゃあ休憩終わったんで、今からあの展望台の方に行きます。そっから目だけに戻って帰っていきます。展望台はさっきの休憩してたところからちょっと下ってきたところにこの黄色い展望台があります。ほら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 。これはあの多分自分にしか分かれへんねんけど、声がすごい響く。これなんやろな、じゃあ今から目だけの方行きます。8時10分だから、うん、これはどういうこと。8時で8と9の今間ぐらいになってるから、日時計合ってる。さっきの馬の背のところまで戻ってきました。で、またここの優先寺って書いてあるところでピストンで帰っていきます。で、今日は二上パークのところでこんにゃくを食べたいと思います。
さに優先寺のところに今降りてきました。お邪魔したのは二条山。このコース大好きでめっちゃお気に入りのコースやねん。見晴らしいところにベンチもあるし、登山道も風情あるねん。二条山には登るけど、このコース行ったことないよっていう方はぜひ一度足を運んでみてはいかがでしょうか。それでは今日も最後まで見てくれてありがとうございました。